兄弟たちよ、今日の福音非常に大切です。ぴったしです。私たちには大きな戦い、あります。ちょうどキリスト者のための福音です。キリストはキリスト者に、共同体に話しています。あなたと私に話しています。ほら、私が悪魔より強い方であなた方を解放したでしょ。あなた方に御言葉福音を述べ伝えたでしょ。あなた方をいろんな罪から解放したでしょ。それはそうです、そうです。すべての悪魔の武器を砕いたクリストでしょ。でも悪魔があなたのこと大好きです。懐かしいです。あなたなしに悪魔が寂しい。だから戻ろうとしています。いつもあなたの魂には、あなたには、あなたの家族には戻りたいんです。だからもっとね、強い力を持って他の悪霊と共にあなたを狙っています。あなたと戦いに来ます。気をつけなさいとクリストが言います。どういうふうに悪魔が私たちのところにはもう一度入ろうとしますか。私たちをもう一度奴隷にしますか。今日の福音にはこれも書いてあります。あなたがクリストの技を忘れるように努めます。こういうふうに努めます。悪魔はそれだけではなく、忘れるだけではなく、あなたが、いや、キリストの技ではなく、悪魔の技、神様があなたのためになさったことを軽蔑するように、あなたは、神がキリストによって、教会の中で、あなたのためになさったすべてのこと、すべての奇跡は、悪魔の奇跡と思わせる。これを捨てます。悪魔はあなたを騙そうとしています。多分、今の病気、多分、今の問題を使っています。ああ、神様が本当にあなたを愛しているならば、今この状態ではないでしょう。今主人がこの性格、今この危機じゃないでしょう。今この病気じゃないでしょう。今お金があればでしょう。しかし、今あなたが苦しんでいます。悩んでいます。不安の中に歩んでいます。だから今までの技は全ては嘘でした。偶然なことだった。そういうふうに悪魔があなたを狙っています。あなたを囲んでいます。あなたのところまで来ています。あなたに入るように。で、キリストは何を言います?何を言いますか?いや、違います。私です。私は復活したんです。私は復活しました。私は生きているものです。私は悪魔に勝ちました。私はだった。あなたには天の国が来ました。あなたの共同体、あなたの教会は天の国です。だから、今日の祝日は私たちを助けます。どうして?私たちは教会の中では、その聖なる団体、聖なるグループ、聖なる契約、教会と共に、共同体の兄弟と共に戦うことができます。一緒に、教会の交わりの中には、500年前と同じように、私たちも戦わなければならない。悪魔と戦わなければならない。十字架にしっかり結び、聖母マリアの守り、聖母マリアのマントの下に守られて、毎日の戦いに入ります。目を覚まして、悪魔の偽り、ちゃんとわきまえて祈る。祈る。ロサリオ。主人を許したい?なかなか許せない?許したい?ロサリオを取って。子供には何、どうすればいい?何を言えばいいと。ロサリオを唱えます。ロサリオを取って。ロサリオ。ロサリオ。繰り返す。ロサリオ。ああ、いろんなことを考えるよりも、ロサリオを取ってください。非常はいらないんです。ロサリオと、教会の祈りと、主よ、私を憐れんでください。
罪人である私を憐れんでください。ずっと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 それを繰り返すこと。そして、キリストの前にひざまずいて祈る、祈る。と聖書。そして筆跡。そうすれば、神自身は聖母マリアによって、教会によって、私たちを見守る。前の状態に戻らないように、前の状態よりもひどい状態に落ちらないように守られます。神に信頼しましょう。イエスクリストによって、教会によってイエスクリストに信頼しましょう。そして彼と共にこの世のために命を懸けることができます。良い日を。